源氏が妻へ移った初めの記事の中に、筆者は書き漏らしてしまったが、伊勢の宮安どころの方へも源氏は使いを出したのであった。あちらからもはるばると文を持って使いがよこされた。熱情的に書かれた手紙で天下な筆つきと見えた。どうしましても現実のことと思われませんような誤飲性のことを受けたまわりました。あるいはこれもまだ私の暗い心から夜の夢の続きを見ているのかもしれません。なお、幾年もそうした運命の中に、あなたがお別れになることは、おそらくなかろうと思われます。それを考えますと、罪の深い私は、何時を、果てともなく、この海の国にさすらえていなければならないことかと思われます。浮きめかる伊勢尾の天を思いやれ。もしおたる町妻の裏にて。世の中はどうなるのでしょう。不安な思いばかりがいたされます。伊勢志摩や潮井の方にあさりても、誘拐なきは我が身なりけり、などという長いものである。